おはようございます、りんたろーです。本日ついにアップデの第5弾が来まして、追加モンスターアマツマガツチが来ましたので、そいつのね初見討伐を目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。極戦強だね場所が、で MR が10以上で受けられますと。じゃあ早速行きましょうか。僕ねアマツマガツチ戦ったことなくて、ちょうどねその登場したシリーズが僕がモンハンから離れた時期なので、ちょっとねどんなモンスターかっていうのも楽しみですね。でなんか嵐の竜って呼ばれてるみたいじゃないですか。なのでとりあえず剣女盤石を5だけ入れてきました。竜気変換で今回戦ってきます。琵琶法師久しぶりじゃない？そういえばね、ちゃんと仕事があってよかったな。言葉のチョイスが難しいんだよね。小池百合子と一緒だわ。顔がシャープなんだね。おお、いいね、見た目かっこいいね。え、ちなみにだけどさ、これクシャルダオラ的にはポジションどうなんだろうね。ちょっと被ってそうだけど、あ、これは PV で見たあれだね。この人の故郷が天妻ヶ土にやられちゃったんだったっけ。前見えてんのかなこの人。お、頑張れ、応援してるよ俺は。一度の不思議体物、何を惜しむことがあろうか。それはちょっと投げやりだと思うな。それは良くないね。周りのこと考えよう、しっかり。よもぎちゃんが止めるの不元の旦那とかじゃなくて動機がドキドキ。ここは危険です。早く戻って。私が止めなきゃ。行くんでしょ。あ、待って、この二人同郷とか。あ、そういうことか。あ、なんかそんなこと言ってた気もする。あの竜だけは撃たねばならんのです。ごめん、僕結構適当なこと言うから、あの真実と違ったらごめんね。いやもう死ぬ気やん。影郎さんって戦闘能力的にはどれくらいなんだろうね。裏方さんってイメージだけど。ありがとう。いやいや死ぬからやめて、それフラグだから。そういうの茶屋を一緒に作ってくれて、お仕事のやり方いっぱい教えてくれて。あれもしかしてストーリーに入れてないの俺だけ。やべ、もう感動シーンのはずなのにすっげえニヤニヤしろ今俺。よもぎ殿。おお、え、教官行くの一緒に。あれってか、え、盟友選べたっけ。いや結構ストーリーあるなマジで。叫んでいいですかじゃんそれ。パルキアのやつじゃん。え、顔見えんのついに。はい、イケメン、まあ、でさな。竜神族若く見えるよね。やっぱいくつぐらいなんだろう。かっこいい。これから先も宇津市教官の走り方面白いね。でもさ、あいつってずっと飛んでんのかな。タケキホロー、ウツシ教官、あなた方に託します。オッケー、自信はないけど頑張る。ウツシ教官行くのかなこれ。行こうか、
マナです。いや、うつし教官ガチモードじゃん、かっこいいね。結構近くまでいるよ。あ、愛する家族たちを守り抜く。さあ、出陣だ。うつし教官、とりあえずあの笛に持ち替えてもらっていいかな。双剣よりも俺笛が嬉しいな。でも行こっか。塗り金は取った。あー、でも根性、そう、食べ物ね、食べ物じゃね、お団子食べてきたから、そういらないから。おお、え、待って、え、剣女盤石あってもダメなの今の確定。ちょっとしまったな、先に巻いてけばよかった。怖いよ、なんか。いや、その届くな、ちゃんと。まあ、そうだよね、届かなかったらこれは OKOK、 よし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 。まあ、まだね、まだ始まったばっかだからね、試合はね。なんかさ、でっかいかきり虫あそこにあるんだけど、狩猟設備が役に立ちそう。よいしょ、当たってなかった、当たってないか。どうしよう、これいつ調校っていいのかな。おお、これはうつし教官を狙ってると見てたんですけど全然だったね。あ、線についてる、俺だ。いやー、届いてないの。え、どういうこと、宣言ついてたじゃん今。わかんないな。あー、てか弱点流属性で合ってるのかね。ちょっと後でハンターノートとか見よっか。回転してブレスが来るわけではないのか。そろそろお怒りになりそうだけど、狩猟設備ってさ、どのタイミングで使うと OK。 V 破壊入っていく。返せるかな。大体ちょっと間に合わないパターンが多いんだけど、ひるんでくれたからよかったね。何してるこれ今、怖いよ、こういう間が怖いよ一番。おおお、なんとなく、うー、ガードでもいっか、一回ガードしたなんか嫌な予感するちょっと待って、ごめんなさい、ね、マジで動き分かんないんだけどちょっとビビってる、めっちゃ。大かけり虫がさ、なんであそこにあるんだろうな。あー、でもガード性能、これいくつだったかな、3プラス先鋭2だったかな。待って、頭こっちだった、あ、ごめん、尻尾だったわ、尻尾か。じゃあこっちで打とう。てか弱点そもそもどこなんだろう、やっぱ頭でいいのかな、認識としては。よし、瓶溜めて、なんか中央行ってんな。ちょっと1回の音しようか、飛んでみる、1回飛んでみようか、飛んでみよう。そのままじゃダメなの。どういうこと、どういうこと、あ、わかんないって、わかんない。ちょ、そんな使わないよ俺この技。すっげー、読みめっちゃ当たって、ちょっと興奮した今。興奮しちゃうじゃないかって感じだった今。俺の心の中の人が出てきたわ。待って、これはえ、これ狩猟設備のやつ、これひょっとして、もしかしてだけど、これドブロックのやつか。わあ、ああ、わかるか、わかるかんな、もう。なるほどね。いや、でもなんか楽しいな。ちょっと楽しいよ、これ。痛い。でもなんかそんなに攻撃力は高くないかな、まあ。あ、往復のパターンね。あ、いや、酔ってる。気絶体制つけといた方がよかったかな。やばいよ、殺される。よいしょ、え、まだ来る、まだ来る、もう来ないよね、大丈夫だよね。気絶耐性つけといた方がよかったかもね。ちょっとこんなん被弾するの目に見えてるもんな。これ撃っていい、俺狙ってないよね、俺のこと。撃っちゃおう。 OK。 まあね、開花モンスターとかね、開国区でもないですから、そんなに体力はないと思ってんだけど。ん、これなんか真ん中いるな。これってさ、飛ぶやつだっけ、どっち。飛ぶ方じゃないこれ。あー、違うね、様子変わった時かい。さすがに横着だったなちょっと横着超かよかったな今やめよう。とりあえずガードして待ってよっか。雷撃3回4回。おお、かっこいいなこいつ。いやー、結構削られるね今。ガードポイントかませられなかったか、多分それが原因だな。飛躍飲んで、飛躍大丈夫かな、足りるかな、ちょっと心配になってきたけど。ん、あ、
なるほど、腹下に入ると、いやこれ来るな、よいしょ、いやなんかまだある気がするけど、 なんか耐えた、よいしょ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 、いやー、おのモードなのか、ひー、なにこれ、ベイブレードバスターじゃん、やめてやめて、おーかっこいいな、こいつなんかいち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 かっこいいな、いちいち、あー危ないよ、怖ー怖ー怖いよ怖いよ、はー、あーすげー雨降ってる、こいつペリッパーじゃん、ペリッパーなんだ、雨妻が土って、まあアメパンの核だからな、ペリッパーはな、あった、でもなんかそんなに属性が通るわけじゃないね、これってさ、これでいける、あ、いけるんだ、あ、いけなかった、2回攻撃か、なんか正直モーション全然覚えれてないな、ひるませればいい、チャークはこれよ、これぞチャークだからね、多少強引でもひるませれば勝ちだから、チャークは。てか斧強化の方がワンチャンいい説はあるか、これって誰飛ぶ方、どっちだ、何何何、うわ何それ、やば、うう、変な声出たさてここでどうするかな、まあ私ね、私の動画ちょくちょく見ていただいている方ならわかると思うんですけど、僕ね腹痛をね最近押してるので、ちょっとここでね腹痛の力を見せに行くのもありなんじゃないかと。戦衣1個外すか、いやーでもなー、外すスキルないよなこの鳴神島木だとね、まあいっか、このままいくか、アイテム補充だけしとこう、アイテム補充だけしましょうか、よいしょ、実家に持ち帰って、これさ竜で合ってんのかな、火に変えてみる、まあいっか、あとでハンターノート見ればいいもんね、終わった後に、とりあえず竜でいこっか、一応なんか前作に登場した時は竜属性が弱点だったみたいなんだけど、これってもうバレてるか、うーん、剣の盤石はあった方がいいのか分かんないね、いまいちね、でも風圧がさすがにあると思うんだけどな、くるくる回ったら雷電か、うわー結構範囲広いな、ガードした方が良さそう、おおビズブレスまで来ちゃう、これ一角入ると思った、連続攻撃マジですごいな、なんか大体ね大技の後って威嚇入るからそれかなと思ったけど、いやー溜めが長い、溜めが長い、え何耐えるっていうのはどういうこと、ガードすればいいってこと、共感共感、そういうとこまでちゃんと話そう、それコミュニケーションってマジで大事だからね、これ飛ぶやつだっけ、いや怪しいな、いやめっちゃベイブレードしてる、あ危ない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 、これ打つし教官なんかしてくれるってことだよね、信じてるよ俺、信じることから全ては始まるのです、いやこれ、いや床床ゆっ、あいける、うーん3連発が多い印象、なんかが出現した、これマガマガじゃない、どうせこういう時マガマガなのよ、ワールドの時のネルギーガンって、え待たせたね、この子に協力してもらって僕の手を使うよ、ハハハ、何ペットなのね、え主人王がじゃない、しかもうわーかっこいい、何これ、え主人王がだよねこれ、えここで登場するの主人王が、あだから怪盗級で出てこなかったの、負けてんじゃねえかよ、ソリューソリューするってことこれ、えじゃあ写し教官に任せていい、ソリュー、え任せるよ、そしたら任せよ、だってなんかペット感あったもんね、写し教官の、いやわかんねえな、なんかちょっと全然分かってないよ、もうほんとごめんね、何の参考にもなんないよこの動画、多分攻略的な意味では本当に申し訳ないわ、はい23、ブレイブレードが飛んでくるな、ベイブレードどう、ベイブレードの後ね、ないよ、またやられるとこだって、あれ主人王が、あ
ソリューすればよかった。これソリューするべきやったな。ベイブレード2回チュドーンで終わりか。いや、わかんないな。なんか予備モーションが全然わかってない。あれ違う、来ない、ん来るの。うわー、わかんないよ、全然わかんないよ、モーションの違いがわかんない。仕掛けてくるって何すんの。ここ大丈夫じゃないこれ。狭間完璧だ、狭間完璧じゃない。いや、届いてないだっか。うわー、突っ込んできたのか、それ移動じゃないのか。ああもうカウンターフルチャージダメだな、これ。基本的にやっちゃいけない気がしてきた。なんか基本連撃だわ。ウーラオスだ。一撃じゃない方だね。ちょくちょくポケモンの話をね、挟んでるなっていうのは、なんとなくポケモン好きな人は察してくれてると思うんだけど、ごめんなさいね。そう、ポケモン好きなんですよ。さあ、ひるませろ。あんま聞いてないな。頭だけだね。属性が通ら、これ大丈夫か。なんか来てるよ。なに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 、うわー、実は一人時間差アタック、やば。うわー、やばい、やばいよ、やばいよ。なんか真ん中行ってくれて助かった。え、これさ、何、俺どうすりゃいいのこれ。いや、わかんないよそんなの。まだ待って、どうしたらいいのこれ。何、俺、何、俺、どうするのこれは。高速弾あるのか。高速弾使えってことかこれ。待って、高速弾どこにあんの。もしかして支給品にあった。だとしたらだいぶミスってる。それはね、ミスってますね。いやー、ちょっとダメか。 OK、 よし、はいはい、間に合うか。ひるませれば勝ちだ。よーし、終わってる。よし、勝った、これは勝った。あーちょっと最後さ、戻って高速弾が支給金にあったかどうか確認しよう。さすがにね。あーよかったよかった。はい、お疲れー。あー、足りねえか。もういいよ、全然いいよ。もう最悪、最後もう斧の強化に持ち帰ってもうご利用してやるから。チャークの力やばい。もうそんなこと言ったらマジで死にそうなんだけど。マジでね、本当に疑われるかもしれないけど、全然わざとじゃない、これは。どうしようかね。まあ一応補充しようか。やべ、ひよってんな。マイキーごめん、俺めっちゃひよってるよ。高速弾あんの、通常弾あれってことは、どっか落ちてるってことだね。塗り亀持って行きましょうか。高速弾探すか、ちょっと。せっかくだし。ね。せっかくだから探そっか。これで高速できるってこと？あ、そういうこと？あ、なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。あ、危ねえ、危ねえな、あいつ。危ねえな。ん？あー、これで、あ、これが高速弾なんだ。なるほど。これマルチとかで終わるんかい。終わり方よ、終わり方。あー、でもね、そのなんか戦ってて、あ、なんですか。あ、嬉しいです、そう言っていただけるとありがとうございます。正直ね、モーション全然わからなかったけど、なんかね、すごく楽しかったな。なんか久しぶりに両モンスターみたいな。このアイテム取る音ってさ、もしかして多分こいつが登場した時の音じゃない？うわー、エモいことしてくれるな。俺やってないからちょっとあんまりピンときてないけど。
うん、でも楽しかったなすごく。じゃあ一応このあとねある程度防具が解放されてると思うので、まあ防具で、まあ、どういう、まあ、スキルの内容までねしっかりわからないとは思うけど、まあ、どんなスキルが追加されてるのかっていうのを確認してこの動画終わりにしましょうか。いやここまで見てくれてる方には本当感謝だな。本当拙いプレイで申し訳なかったけど、はい、ではあの装備の方まで移りたいと思いますので、ほい、じゃあ今工房のハモンさんのところに来てるんですけれども、天妻ガツチの素材から作れる武器は鉄柱試技の威力が上昇するみたいです。これさアックスホッパーあるんじゃないか。ごめんねチャーク目線で話すんだけど、じゃあ先に武器見ていい？これさもしもだよ物理、嫌なこと思い出した今。そう今回武器調整が入るってなってたから榴弾瓶の威力上がんのかなみたいな思ったんだけど、上がってませんでしたね。調整されてませんでしたね。嫌なこと思い出しちゃったな今。これか、あ360高めだね。攻撃力高め、水属性、榴弾瓶かで切れ味は、まあでも紫出てるから、うん、50、ああでも武器スロないのか。どうだろうな現状ちょっと。なんともでマイナス回心 25% アックスホッパーを使うとして 25% か。えちょっと待って、でもこれってさエアダッシュにも乗るのかな。仮にこれエアダッシュに乗るんだったらいけそうな気もする。だってエアダッシュって鉄柱主義だもんね。おこれはちょっと可能性を感じますね。まあまたここは後日装備紹介とかできそうだったら紹介しようと思います。で次防具見よっか。防具が後ろから行こうか。天妻が後天か、はい。おおそうくるか。スロット43の改正の5と転移無法なのかな、法の字が違うけど441スロットいいね。スキル見てみようか。大型モンスターの狩猟中ダメージを受けない状態を続けると効果が発動。大型モンスターから大きく離れて吹き飛ぶと、うん、はいはいはい、受けない状態が続くとスタミナ消費を軽減、早が良くなると切れ味が回復し、弾を装填するガンナー向きだね。あでもどうなんだろうな、割とフクマとか号外とかね採用してるイメージだからガンナーって、まあ、早替えして弾装填するのはいいのかもしんないけど、とはいえって感じはするけどな。攻撃系のスキルではないもんね。まあ弾丸節約があればまあいっかってなりそうだけど、他は力の解放441スロットは優秀だね。力の解放かあんま使わないんだよな。召喚心44これはまだいいかもしれない。うんでも転移無法か、なんかこれだったらこっちのね、いやまあこっちだよな、格闘暦だよな、はい、といった感じですね。とりあえず、今回天妻ガツチを初見討伐チャレンジしてみました。まあ総評としたら総評としたら、まあ楽しかったからいいモンスターなんじゃないかなと思います。まあ高速弾とかあるのもね、なんかワールドの時のミラボレアスみたいに、まあ格がちょっと違うけどさすがに、うん、みたいな感じもあってね、なんかマルチで行ったりするとより楽しくやれるのかなっていう感じがしました。はい、それでは今日の動画はここまでにしたいと思います。今回の動画面白かったと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。